市内城から望む伊集院市外伊集院は、鹿児島県の地名。鎌倉期から戦国期にかけて、薩摩国にあった院名であり、江戸時代にあった薩摩藩の外城の名称でもある。伊集院という名称は、椅子の木が大一であり、平安町の租税である稲穂を貯蔵するクラインが置かれたことから、椅子、院と呼ばれるようになったことに由来する。現代でも中世の伊集院の区域にある、 日置市住院地域及び、鹿児島市松本地域を中心に、通称地名として使用されている。中世には、島津家の傍流である移住院市の領地となり、現在の日置市住院町大田にある一路事情を拠点としていた。移住院来久の乱に橋を発する領地の島津市との、低争による移住院市の没落後は、島津市の直轄地となった。ただし、一時期を除いて、 石ヶ谷村は、町出しの資料となっていた。江戸時代になると、薩摩藩の統治制度である、外情制による移住員座都として継承され、日置郡に属し、薩摩藩直轄領となったが一部が資料となっていた。明治時代初期には中川村、軍村、徳重村、竹野山村、大田村、清藤村、下谷口村、上谷口村、上谷口村飯群村,村,村、恋野原村、 古城村、伊賀倉村、戸橋村、麦生田村、河神田村、上神田村、桑畑村、野田村、寺脇村、伊里沙村、直木村、春山村、福山村、石ヶ谷村、雄谷、田村、竹村、宮田村、神の川村、縄城川村の29村と、の町から構成されていた。江戸末期頃の移住院里の区域1889年の、 町村政施行時には、以下の通り、上住院村、中住院村、下住院村の3村に分割された。その後、1922年4月1日に、中住院村が解消象及び調整施行し、移住院長となり、1956年に、下住院村の一部が、郡山村、東市基町、日吉町に編入され、残部と移住院長が、 新設合併し新たに移住院長が設置された。1960年に上移住院村が解消をび、調整施行し松本町となった。2004年には松本町及び郡山町が鹿児島市に編入され、翌年の2005年には移住院長、東市木町、日吉町、吹上町が新設合併し、日置市が設置された。現在の鹿児島市の一部、 日置市の一部にあたる自治体人命関連ありがとうございます。